はい、こんにちは。こんにちは。トイレ行きたいみたいで。そうなんですよ、ちょっとあとどんぐらい、何分ぐらい我慢できますか？あと5分。短いな、もうちょっと7分ぐらい頑張ってほしい、はい、いえいえいえ、もう無理です。無理ですか、さっきしたらよかったのに。いやちょっとね、タイミング逃してしまいましたじゃあ今日はちょっとゆっくりめに。うん、いやいや、できるだけ早く巻きで。じゃあ今日の企画の話しますか？はい、もうぜひ早めでお願いします。はい、もうあと4分ぐらいしか持たないんでそうそう無駄に1分喋りましたね。いやそうそう、早く本題に入って、ね、まあ、やっぱ1分っていうのは大事です。早く入れよサイコパスやん、サイコパスやん。僕から言おうかも、今日の、今日はですね、はい、スパイファミリーのアーニャではなく、スパイファミリーの犬さんの能力を使ってドッキリですよね。はい、そうです、うん、その犬さんが予知ができるということで、前回はスパイファミリーのアーニャの能力を使って、僕アーニャと同じ能力あるんですって言ってドッキリで超能力あるんですって言ってお声掛けしたんですけど、今回はちょっと僕スパイファミリーの犬さんと同じ予知できるんですって言ってお声掛けして、まあ僕で言うところのタイムジャンプですね。あ、全然やってないですね最近。そうそうそう、ブレインダイブと僕得意技もう一つタイムジャンプっていうのもあって、タイムジャンプは予知をするんですよね。そう、あんまりやってないですけど、先読みですね、これから起こることを予測するのがタイムジャンプなんです。なので今回は犬さんですって言ってタイムジャンプの方をちょっと見してみようかなと。なので犬さんになりきってワン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 。そんな感じなんですか？まあそうやね。僕あれから実はスパイファミリー全部追いかけてて。ハマりすぎやろ。そう、最新回もこの前見たとこなんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ面白い。スパイと殺し屋と超能力者が一緒に生活してるわけ、面白くないわけない。今日はなんか早くまとめてんなと思って。いや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 、そうなの、ちょっとね諸事情がありまして。そう、諸事情があってこんなところで撮ってますが、あのトイレある場所で撮ろうということで、ええ、そうですよ。もうだからあと少しでお手洗いに行けるんです。誰がね、僕の尿意事情聞きたい今何パーセントぐらいですか？もう85いってます。いや、まだ余裕あるじゃないですか。いやいや、ないですね。85でしょ。いや、もう80、今7になりました。7になりました。数秒で増えていくパターンのやつですね。はい、もうだって砂時計と一緒やから。あ、なるほど、原理で。なるほど。まあ、まだちょっと話すことがあるんですが。もうないやろ。トイレ行きたいとこ申し訳ないんですけど、はい、サブチャンネルの隣の新しくんで、はい、皆さんのコメントを拾って LINE スタンプを作ったんですね。そうそうそう、そう、それがもう間もなく完成ということで、はい、まあ、あとはね、買ってくれる人がいるのかどうなのか問題だけですけどスタンプってやっぱり使い勝手がね。あ、そうです、そうです。そう、このタイミングでこれっていうのをやっぱり選ぶじゃないですか、はい。僕ならではのスタンプやから。よく言うやつあるじゃないですか、あの、うん、マジック始める前に僕とあなた初対面ですよねみたいな。そうそうそう、初対面ですよねみたいなスタンプあるじゃないですか、うんうん、いつ使うねんって思いましたけどねいやでも初対面の人にはそんなスタンプ使わない。確かにね。なのでもうそろそろできるかと思います、はい、ぜひ買ってみてください。そうですね、以上告知でした。はい、もういいですか、言って。今でもあれですよ、もうすぐ8分経ちますよ、カメラ回してから全然いけましたね。いや、もういけないのよもうあともうちょっと話しとくことあるんです。ないんですよ、ね、今日はどこで撮影しましょうかね。はい、別まだまだまだじゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっと僕不思議な能力を持ってまして、はい、スパイファミリーって聞いたことあります？ないです。ないですか。はい。スパイファミリーってあのアーニャっていうキャラクターが出てるちょっとアニメなんですけど、アーニャは人の考えてることが読み取ることができる。うん、ご存知ですか。はい。見てます。途中まで見ました。あ、途中まで。はい、なるほど。あれって現実にできると思います？できないと思います。できないですよね、はい、普通は。で、そのアーニャっていうのが人の心を読み取ることができる少女なんですけど、うん、で最新回ではワンちゃんが出てきて、犬さんが、その犬さんはなんか予知ができるんですけど、僕もその犬さんと同じ能力を持っていて、うん、予知することができるんで、ちょっとお姉さんたちの先を見てみたいと思うんですけど、もう何もしなくて大丈夫です。ただそこにボート立っといてもらったら大丈夫なんですけど、僕の目だけ見てもらって
はい、じゃあ手出してもらって見えないように上から押さえてる、はい、はい、結構です。じゃあお姉さんもちょっと待ってくださいね、僕の目を見てもらって、はい、はい、手出してもらって見えないように形取ってください。僕がちょっと見えたまま描いたんですけど、で何をするかというと、例えば今から ちなみに今お声かけしたじゃないですか、はい、これからどっか行こうとしてました、それと変えるつもりですか、はい、行こうとしてました、行こうとしました、はい、ちなみにその行こうとしている場所は何箇所かありますか？2箇所。 OK です。じゃあ、その最初にまず行こうと思ってた場所をお姉さんから、はい、今から行こうと思ってた場所を言ってもらっていいですか？言っていいですか？はい、スタバ。あ、スタバ、はい、僕は絶対知らないですよね、はい、今お声かけしたばっかりだけど、はい、お姉さんたちがスタバ行くって知らなかったです、はい、答える前に僕あることを書いてます。はい、ひっくり返して、すごいすごいスタバですね、はい、すごい。ちなみにもう一箇所スタバの後、はい、行こうと思ってる場所、はい、ちなみにどこですか？ジョーホールです。あ、ジョーホール、ひっくり返して、すごいすごいですよ、ね、すごいすごい、スタバと情報、すごいすごい、一緒の、一緒の、はい、お姉さんたちがそういう風に答えるっていうのをちょっと先読みできてたんですよ。すごいすごい、そうなんです。これがスパイファミリーの犬さんと同じ能力、信じてもらいました。はい、すごい。本当は普段は考えていること、アーニャと同じ能力を持っていて、うん、考えていることを脳にダイブして読み取るっていう超能力なんですけど。はい、すごいびっくりした。犬さんと同じ能力を、はい。超能力信じてます。テレビとかでそういうの見たらなんかやらせとか思ってました。ああ、思いますね。ちょっと、でも実際こんなんされたらすごいかな。確かに自分しか知らないことですし、なんて答えるかわからないですよね。実際されたらうわすごいってなりますけど、テレビとかで見てたら多分裏でなんかあるんかなみたいな。今実際超能力を体験して、超能力があるかないかって。あると思ってました、うん、あると思ってしまった、あると思いました。実際に体験しないとね、やっぱりこの凄さって分かってもらえないんで、うん、すでびっくりした。ありがとうございます、ありがとうございます。ただ一つだけちょっとネタバラシしないといけないことがありまして、はいはい、僕本当は超能力者ではなくマジシャンなんです。それもすごい。そう、それはそれで、はい、ありがとうございます。今日はタイムジャンプって言って、あの予言予知なんですけど、マジックでちゃんと予知してたんですよね。はい、今マジックって聞いて超能力信じます？信じます。信じてよ。やっぱりでも、いや難しい。僕がやってるマジックはちょっと特殊なマジックで、ブレインダイブって言って人の脳に潜り込んで考えてることを読み当てるっていうマジックなんですけど、僕今日初対面だから絶対知らないです。わかんないっす。はい、推しが高文。やばい、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 これがブレインダイブ。
チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive!